すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね、早朝から、北海道の新千歳空港現在到着しまして、実は僕の友達ですね、星野リゾートで働いてる友達がいまして、高校の時の同級生なんですけど、友達軍団でその星野リゾートで働いてる友達のところにちょっと遊びに行こうということで、これからそちらに向かっていくところなんですけど、やっぱラーメンはね欠かせないというところで、とりあえず向かっていきましょう。というわけでお店の近くに着きまして、まず北海道で1軒目のお店こちらです。どん、 JR 室蘭市室蘭駅から徒歩8分くらいのところにあります味の大王総本店さんにお邪魔してます。こちら味の大王さんはですね、本当は苫小牧市の方が、総本店らしいんですけども、こちらの室蘭市の方も総本店って名前なんで、こちらに来ちゃいました。室蘭といえばね、やっぱ室蘭カレーラーメンっていうご当地ラーメンが結構有名なんですけど、この味の大王さんではそのカレーラーメンがいただけるということで、今回ねなかなかやっぱ室蘭とかの方って来れないんでね、せっかくならちょっとここ行きたいなということで、早速向かっていきましょう。今回の、味の大王さん、なんと1971年創業の老舗ということで、なかなかねちょっと味のありそうな外観をしております。そして着きましたんで早速向かっていきましょう。すげえ、めちゃくちゃ味ある外観してんじゃん。うわ、めっちゃカレー、めっちゃカレー匂いするね。やば、レッツゴー。さあ、味の大王室蘭本店さん、注文せです。今回はお目当てのカレーラーメン、そしてライスをお願いしました。手際よくカレーラーメンが一気に作られていく様子は圧巻で、先に茹でた麺を丼に入れて上からスープをかけるという個性的な方式。お昼時の店内は大盛況で、登別温泉を楽しみにしながら待ってた。こちらが味の大王室蘭本店さんのカレーラーメンとライスです。おー、このカレーの香りを正面から受けてまともな状態でいられる人間が何人いるというのか。大量のカレースープの上に浮かぶノスタルジックなチャーシューもテンション上がるぞってことで、いただきます。ではまずスープから。すごい、とろみは抑えめの意外とサラッとしたスープで、甘みが強めで程よいスパイス感のナイスガンダーラ。店内の8割くらいの人はこのカレーラーメンを注文していて、地元民に愛されるソウルフード感あふれる味わいです。室蘭カレーラーメン。室蘭カレーラーメンとは、北海道室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町の室蘭カレーラーメンの会に加盟するラーメン店を中心に提供されているご当地ラーメンです。1960年くらいに苫小牧市に当時営業していた味の大王の原型となるお店にて提供されていましたが、人気が出ることはなく、移転を繰り返した後室蘭市で店舗を構え、徐々に定番メニューとして定着。そして1999年に元モーニング娘の阿部夏実さんがラジオにて室蘭カレーラーメンの存在を話したことがきっかけで、全国からファンが押し寄せ、その名が全国に知れ渡ることとなりました。現在は札幌ラーメン、旭川ラーメン、函館ラーメンに続く北海道ラーメン第4の味として人気を博しています。室蘭カレーラーメンについて少しでも知れたところで、今度は麺とご対面。よっしゃ、そうそう、普段なかなかお目にかかることができない強烈な縮れを帯びた中太麺は、カレースープをしっかりと絡め上げ、柔らかめでありながらコシもある個性的なもの。こんな麺に出会えるのも地方旅の醍醐味だよなぁと感慨深げに語りつつ、もやしやわかめといったトッピングをアクセントにして、まるでカービィのグルメレースのように突っ走っていく。もちろん神曲も頭の中で流れていますよ。さあ、お次はチャーシューをライスにバウンドさせて食らう。肉質しっかりめで昭和の趣を感じられるノスタルジックなやつで、ここでもノスタルジックな雰囲気を堪能することができる。朝ヤンのオーディションからスタートして、今では山崎育三郎さんと結婚したという歴史も彷彿とさせ、涙が止まらなくても昔のように叱って参りました。後半戦はカレーとライスの親和性の高さにかまけて、ガンガン食らいまくってぶっ飛ばしていきましょう。てな感じで、ここからの北海道旅の成功に向けてパワーを得るべく、ガンダーライダーかのようにフルスロットで駆け抜けて、いつまでもスープが熱々なのがまた北海道らしいなと思っていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。初の室蘭カレーラーメン、地元の方に愛されるソウルフードを体感できてよかったです。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。というわけで、味の大王総本店さん行ってきたんですけども、まあまあまあうまかったですね。比較的こう甘めな
カレー味といった感じで、まあ、こうガツンとねパンチがあるとか、なんかめちゃくちゃうまいカレーっていうか、まあ、そういう感じではないんですけど、まあ、ちょっとこうソウルフードっぽいというかね、なんか昔からこう変わらない味のカレーラーメンを提供されているのかなと思う。ちょっと心がほっこりするような味でした。あ、なんか特徴的なね、あのめちゃくちゃ縮れたあの麺も面白かったですね。あの麺なかなか室蘭ってあの麺なんだっていう、あんまりねああいう麺使ってるとこないので、ちょっと新しい発見がありましたね。なんか隣のお客さんとか結構ね高齢の方だったと思うんですけど、もう普通に当たり前のようにあのカレースープをもうライスとかなしで簡易したりしてて、まあ、やっぱ昔から食べてる人はねもうこれすごい馴染みの味なのかなとか思っちゃいましたね、うん、あと普通に味噌ラーメンとか注文してる人もいて、ちょっとそっちの方の味もどんな感じなのか気になりましたが、まあ、とりあえず人生初めてのね室蘭カレーラーメンすすることができてよかったです。ごちそうでした。それではするの公式キャッシュフレーズ、味の代表室蘭店さん、北海道ご当地ラーメンありすぎや。一応公式ですね。どうもチャルゾーです。のびです。いや北海道、はい、飛びましたね。飛びましたね、いきなり。あー、いやーラーメンこれからも期待しております。はい、ありがとうございます。この辺皆様からのコメントにスルティーブ編集するのびとチャルゾーが編集してこのようになっております。はい、皆様コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい、先ほど出産を終えて興奮したので日常を取り戻しに来ました。ズルズルということで、おめでとうございます。おめでとうございます、ね、よく頑張ったな。あの体調音楽として実況をね、うん、息子に聞かせた、息子娘に聞かせた。なんかたまに聞くけどね、そういうの。あ、本当に、うん、その何、妊娠中で前からスルティビずっと見てましたとか、すごい、ね、食べれないんでとか、やっぱ確かにな、あんまそのなんていうか変化というか、うん、そのなんていうの、あの過激なことはないから。あ、そう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 、うん、過激なことはないチャンネルで有名なので。そうなんですよ、文部省推奨の文部省ってあるんやったっけ。まだ確かに。安心してご覧ください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、こちら、短パンが勝俣さんの次くらい似合ってるな。なん、まあ勝俣さんにはね叶いませんが。叶いませんよ。ああ、まあでも少年感出るようなすするの短パンって、なんかな、本当に短パン小僧って感じする、ね、そうだよ、そう小僧すごいコラッと出してきてる。小僧小僧感がね、そう、そう、そのまま横にモンスターボールを前に構えながらできそうよな。帽子後ろにかぶってやってせやもんな。でも少年、はい、先日ね、なんだっけ、みんなのラーメンの夕闇バージョンを、はい、公開しまして、はい、そちらについたコメントはこちら、はい、デカキンさんのパートこんな音程なんや確かにな、ね、原曲がそういろんな、ね、YouTuber の方に歌っていただいたんですけど、はい、デカキンさんがねまあなんていうかオブラートに包んで言うと下手くそすぎて、うん、おい包んでそれどうなんだいやでも本当にまあね音痴というかね、その、まあ、いい味が出てる音痴だったんだけど、逆にね、そうそうそう、ね、確かになんか正確すぎてそれが面白かった、うん、ここ音程こんなやったよと。そうそうそう、確かに俺も思った。分かれへんから確かに。皆さんもぜひそちらもぜひご覧ください。はい、お願いします。